こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ついに発売されましたこちらのベイブレードバーストロストロンギヌス NSP です。ついに左回転のベイが発売されました。こちらはですね、この左回転専用のランチャーと、そしてこれなんですよね。メタル搭載超重量アタック左回転レイヤーが、これもすごいですよね。中に入っていたものはこちらと、こちらの説明書とシールになります。まずはこちらのレイヤーのロストロンギヌスです。このドラゴンがメタルパーツ、確かにこれ重たいですね。ていうかこのレイヤーはほんとかっこいいですね。このメタル素材のドラゴンがもう何とも言えないですね。そしてディスクの9です。渦のようなキューマイバーが左回転時に強力なダウンフォースを生み出すディスク。確かに逆になってますね。この刃の角度がこうダウンフォースつきそうですよねこう回転するんですもんね。それにこの青色も結構綺麗です。最後はこちらのドライバーです。渦巻き状にスパイクが突き出した軸先が左回転時にスタジアムに強力にグリップし、轟音とともに暴れ回るアタック系ドライバーだそうです。あ、でもシール貼るのもったいない気はするのですが、まあ、せっかくなのでシール貼っときます。シール貼れました。シール貼ると結構迫力出ますよね。ではですね、ちょっと合体してみます。どうやって合体、こっちか、あ、逆これも逆なんですね、やっぱり。結構しっかりとロックされる感じですね。そしてこちらが左回転専用ベイランチャー L です。これもまたかっこいいですね。こちらが普通のベイランチャーなのですが、やっぱり結構形こだわってますよね。コメントの方でベイスタジアム固定した方がいいですよと教えていただいたので、こちらテープで留めてます。ではロストロンギヌス回してみたいと思います。ゴッシュ2-1ゴッシュ。ではこちらのゼノエクスカリバーと対決してみたいと思います。では 3-2-1 ゴッシュ。おすごい迫力。ゴッシュ。おゴッシュ。それではこちらのビーストベヒーモスと対決してみたいと思います。続きまして、こちらのビクトリーバルキリーと対決してみたいと思います。あ、ちなみにこちらのベイは息子のベイです。おお、よし、よし。はい、いかがだったでしょうか。正面から相手にぶつかって倒すっていうのが非常に楽しかったです。ただ結構こちらのロストロンギヌスもバーストするんですよね。そして結構相手に飛ばされたりしてました。ただですね、回してて本当に楽しいベイだと思います。今回はこちらの左回転のベイブレードロストロンギヌスで遊んでみました。ありがとうございました。